おはようございます。やんちゃです。2022年10月23日日曜日の朝です。タイマー18分。ほい。そしてプランク。ほい、やりますか。よいしょ。タイマー2分。よし、始まった。くっ、もうつらい。なんだろう、もうつらい。はあ、今日もめちゃくちゃ晴れですね。今日めちゃくちゃ晴れだからあれなんですけど、あれなんですけどっていうか、朝から出かけてもいいんですけど、ちょっと用事があって出かけらんないの辛いですね。ぐー。さて、新聞でも見ますか。今日の世の中、なんだろうな。自動運転、通信途絶デモ。なんだろう、通信途絶時に運転が続けられる技術。逆に今までは通信がないと運転が続けられなかったんだっていうぐらい、あれですね、スタンドアローンじゃなかったってこと。それやばくないですか。なんか車で走るところどこでも通信が成り立つとは限らないじゃないですか。くっ、厳しい。あとなんだろう。なんかあれですね、大変そうなニュースが多い。くっ、きつ。まだあと20秒ある。やっぱりちょっと2分って長すぎませんかね。なんか日曜日の朝刊はあれだな、微妙だな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。伸ばせる気がせんな、これ。ほう、はい。はい。わかりました。さて、今日はですね、あれなんですよね。何かっていうと、レンズをちょっとまた変えてみました。と言っても、まあ、買ったわけではなくて、家にあるやつなんですけど、SEL18200 っていうやつですね。18mm200mm の、なんか、ズームレンズ。それに変えてみました。というのも、なんか昨日夕飯を、なんか吉野家の牛丼にしたんですけど、わしがスクーターで買いに行って、で、帰り道に、なんか異常に、轟音が轟く。轟音が轟くはあれですか？頭痛が痛い、頭痛が痛い系ですか？音が轟くって言わないと怒られるやつですかね。まあいいんですけど、轟音が鳴ってました。はい。轟音が鳴ってて、なんか雷かなんかかなと思って、でもなんか降水確率ゼロとか言ってたし、雷だけこんな激しくなることあると思って、すごい不思議だったんですけど、なんか家に帰ってきて調べてみたら、なんか赤羽の方で花火大会がやってるよとかって言ってて、あ、そういうやつかと思って。しかしこういう時にあれですね、なんか今起こってることを調べるのにやっぱりツイッターですね。ツイッター以外でどうやってこの今鳴ってる轟音が何なのかっていうことを調べられる気がしないんですよね。ググっても
何かしら分かったんですかね。何にも分かりませんね。ツイッターが仮になかったとしたらどうやって調べてたろう、わしは。はい、で話を戻すと、その赤羽で花火大会だっていう噂を聞いて、じゃあちょっと屋上から見えるかもなと思って赤羽の方向を屋上から見てみたら、なんか確かに花火が見えたんですよ。で、まあ、ちょっとカメラにせっかくだから収めておくかと思って、とはいえ結構それなりに遠いので、そのなんだろう、単焦点の広角レンズだとまあまあまず無理となるとズームレンズつけなきゃな、ズームレンズっていうか望遠レンズつけなきゃなって思ったので、そういえばズームレンズ、望遠ズームレンズ持ってたと思って、で今つけてるこの SEL18200 をつけたわけですね。どうかな、なんか微妙にやっぱり映りがこの18200の 18mm 側で今撮ってるんですけど、画角が広いのはいいんですよ。あの昨日まで使ってた 24F18 と比べると24と18の差が結構出てるなって思うんですけど、うん、なんですかね、微妙に映りが良くない映りが良くない気がするな。どうなんだろうな。いや気のせいかもしれないけど、まあ、あの開放がいくら頑張って開放しても F3.4 とかまでしか開放できないので、それも影響してんのかもしれないけど、でもな、絞った時の映像もなんかあれですね、ちょっとうんまあこんなもんかっていう、望遠付きのズームレンズなんてこんなもんかっていう気もしますけど、よいしょ、どうかな。あーでもそうか、惜しい、あれだ、取り込むの忘れてたわ花火の映像、もしあのいい感じに撮れてたらここになんか差し込んどきますよどうでしょうね、18200悪くない。で昨日このレンズをつけてなんか屋上からいろいろ撮影してみたんですけど、その、まあ、写りがそこまでめちゃくちゃいいわけではないっていうのを差し引いても、このレンズのいいところがあって、なんかレンズ内手ブレ補正機能っていうのがついてるんですね。でカメラ側の設定でスタンダード手ブレ補正モードにしておくと、まあ、カメラのなんかなんだろう、コンピューターが勝手にそのレンズの手ブレ補正機能を使ってくれて、結構そのなんていうんですか、手がプルプルするレベルの揺れはほぼ吸収してくれる、なんかビタッとそれは偉いなって思いましたね、うん、ただあの歩いてる時の振動とかは多分そこまでは無理だと思う。だから手がプルプルするのは全部吸収してくれるぐらい、だから歩いてる時になんかそのちょっと上下しますみたいなやつを吸収するためには、そのアクティブ手ブレ補正か、それともなんか素材を取り込んだ時にカタリストブラウザーとかでなんかメタデータを使ってカウンターを当てるみたいな作業がどうしても必要なんでしょうね。とはいえ撮ってる最中にその手のプルプルがあのなんだモニターに入らないっていう、それ1点だけでもね結構価値があるな。もともとこの18200っていうレンズはなんか動画撮影に特化したズームレンズですみたいな売り込みだったので、だからわしはなんか運動会とかを撮影するために買ったんだったなっていう話でした。なんかね懐かしい、うん、懐かしいレンズをちょっとつけてみました。やんちゃクラブでも一時期これを使ってたんですよね。あの 18mm 側を使ってこの広い画角を使いたいってことで、ただなんだっけ、いつからか
単焦点の16ミリかなんかを買った時から使わなくなったのかな。はあ、いやでもあれなんですよね、やっぱり単焦点のいいレンズの方が写りが良いことが分かってしまったので、明日からまたそっちの単焦点に戻すと思うけど、さてと次の話ですが、今日のコーヒーですか。今日のコーヒーなんですけど、これもまた一昨日かな、一昨日もらった系豆ですね。しかもなんかジップロックの中に入ってたから素性が全くわからないでもとりあえず飲んでるっていう。これもでも昨日のやつに近いけど、なんかより独特の味、どっちかっていうと酸味寄りですかね。酸味がかなり強くて、うん、どうでしょうね、酸味が強くてっていうか酸味がめちゃくちゃ強いですねこれね。うん、なんだろうこれ、何の豆なんだろう。でなんか何ですか、ハーブみたいな香りが結構する。結局これが何、この豆が何の豆なのかは後で教えますって言われたまま教えてもらってないんですけど何だったのかちょっとすいません、そろそろ教えてください。うん、なるほどね。なんか昨日もそうでしたけど、なんかジュースみたいな感じの豆ですねこれね。ジュースですジュースありがとうございましたはあ、昨日あのタリーズのガテマラ、4色のガテマラの3色目を買ってきましたんで、明日からはそれを入れる予定ですね。うん、ジュースやな。ほっ、さて、はい、昨日やってたことなんですけど、昨日はまあピアノの送迎とかいろいろあったんですけど、その後家であの会議オンレールズの続きですね、 Day 2を見てました。でそれが夕方終わって、終わった後そっか吉野家に牛丼を買いに行ってで牛丼を買って帰ってきて食べた後ですね、なんかオンライン懇親会っていうのがあったんで、それでなんかずっと喋ってましたね。7時ぐらいから、7時からね1時6時間ぐらいオンライン懇親会でなんか喋ってた気がしますね。うん、オンライン懇親会もまあいいもんですね。やっぱりその地理的に離れた人ともその場にいるかのように話すことができるので、そこで話してたのは何だろうな、なんかわしの話で恐縮だったんですけど、あの都のルビー会議にあのバイクで行った話とかを結構してましたね。でそれに関連して、まあ、来年のルビー会議は長野県の松本城っていうお城があるところで行われるんですけど、そこもスクーターで行くんですかみたいな話をしてましたね。で今のところですけど、なんだろう、三重県に比べれば全然近いので普通にスクーターで行く予定ですね。時期も5月とかなんで、まあなんとかなるやろうっていう、うん、だからそんなにあんまり考えることがない何も考えずに北の方に行ってシュッて西に曲がればもう長野もうちょっと下調べをしろということなんですけどね、多分大丈夫でしょう。
それまでにね、なんかバイクを買い替えたりしてなければいいんですけどね、わしが。どうだろうな、高速、いざという時にやっぱ高速に乗れる排気量にしとくとね、本当にありがたいんですけど、まあそうはならんかな、わかんない。で、なんかそれに関連して他にもそのルビー会議に準ずる地域のルビー会議っていうのが結構あったりして、でオフラインの開催が復活しつつあるっていう話になって、で来年の2月の18日に福岡ルビー会議っていうのが行われるんですね。で福岡ルビー会議にじゃあスクーターで行くかっていう、ただ福岡まで陸路でスクーターで行くのはちょっといくらなんでも厳しすぎるので、じゃあ船でしょっていう、今回伊勢湾フェリーで味を占めたフェリーの旅っていうやつをもう一回やろうかっていう話になって、じゃあ一番適してるフェリーは何かっていう話になって、そうすると東京九州フェリーかな、東京から九州まで、東京からって言っても横須賀からなんですけど横須賀も広義の東京ってことで、九州と横須賀の対比だと、まあ、ほぼ横須賀は東京だよねってことだと思うんですけど、東京九州フェリーで21時間ぐらいかな、21時間とか22時間かけて行くっていうプランが爆誕したんですね。そうすれば横須賀までスクーターで2時間ぐらいで行って、で北九州かなんかに着いて、北九州から福岡まで、まあ下道でも2時間ぐらいだから、計4時間スクーターに乗るだけで福岡まで行けちゃうよねっていう、はい、そういうプランが爆誕したので、ちょっとね可能性があります。今のところちょっとやりたいですよね。でもね、今のところ角度 90% ぐらい、90は言い過ぎだな、 70% ぐらいの確率で行くと思います。はい、ただ問題は帰りで、その福岡ルビー会議が土曜日なのかな、土曜日だから木曜日の夜11時とかに横須賀を出て、で金曜日の夜9時とかに北九州に着いて、で夜12時近くにあれですね、福岡の宿とか、そっか、夜11時ぐらいにチェックインできる宿じゃないとダメなのか福岡にそんな宿あるかな、あるか、別にいくらでも夜11時チェックインとか、かあれか、エアビーでなんかスマートロックでいつでも入れますみたいな宿を取ってみるか、まあいくらでも導入でもなる気がしてきた。で翌朝福岡ルビー会議土曜日に参加して、で終わりますと。で翌日が日曜日なんですよね。で日曜日にそのまんま、その日曜日の夜中に出るフェリーに乗って帰ってくるっていうのが、まあ悪くなさそうじゃないですか。なんですけど日曜日は運休なんですよね、フェリーが。だからね、その日には出られないんですよね。じゃあどうするっていうじゃあせっかくだからなんか大分まで行って、大分から四国にフェリーで渡って、で四国経由で帰ってくるっていうところまで話したんですけど、なんか四国から帰ってくるの無理じゃねみたいな話になって四国から瀬戸大橋まで行くのにどんぐらいかかるんだろうっていう、何にも分かんないんですけど、結局日曜日なんか北九州でフラフラした状態で翌日フェリーで帰ってくる方がまだ早く帰ってこられるのではっていう、
いやいや いやいや神戸までは行けるでしょ、そううにょうにょしてる間に神戸まで行けるでしょっていう。で神戸から神戸と横須賀とか神戸と横浜みたいなのあるでしょっていう、あんのかな、わかんないですけど、まだそこまで全然詰められませんでした。でいずれにしろ問題があって、そのフェリーの上でやんちゃクラブの撮影をするまではいいんですけど、下はいいけどアップロードできなくないっていう話になってて、確かにでフェリーってインターネットあるんだっけっていう、まあ素朴な疑問ですよね、があるんですけど、どうやら多くのフェリーには船内 Wi-Fi があるんですけど、なんか時間制限っていうのがあるらしくて、なんか1時間に1回だけ15分間インターネットを使うことができるっていうそうやってなんか、なんだろう、一人のアカウントを、なんだろう、待たせるように、ちゃんとシェアできるように、なんかインターバルを設けてるみたい、だ15分使ったら1時間休みみたいなインターバルが入るっぽくて、それだとアップロード、しかもどれぐらい速度出るか分かんないし、まああんまり期待できないと。そこでそこでスターリンクだっていう話になって超面白かったですね。なるほどね、そういう時に使うんだスターリンクっていう。なんかスターリンクって衛星と通信してインターネットができる仕組みなんですけど、このでかいでかいパラボラアンテナを持ち込んで、こうやって持ち込んで線上でスターリンクを使うと。そうすれば光回線と遜色ない、光回線の VDSL の光回線と遜色ない速度でフェリーの上でインターネットが使えちゃうと、超いいよねって。ただまあ問題があって、今現時点で西日本ではサービスが提供されていないっていう問題があって、じゃあダメだなって。よかったスターリンクのキットを買わなくてってなったんですけど、ただね、その来年の2月にはもうサービスインしてるんじゃないかっていう話もあってじゃあいけるじゃんみたいな、じゃあじゃないんだよなっていう、はあ、まあなんかそういう話をしてたらもう1時ぐらいまでなっちゃって、それではい解散ですみたいな、ダイジェストでした。はい昨日話してた話のスターリンクね、なんか夢が広がりますよね。そういうバイクとかで旅をして携帯電話のネットワークがつながらないところに迷い込むこともあると思うんですけど、そういう時に良さそうじゃないですか。電源もね、あの何ですか、ソーラーパネルとかも持ち歩いてれば、本当に限界なところに行っちゃったとしても通信できそうですもんね。はい、これなんかうまいななんかこのコーヒー毎日飲みたいっていう感じではないけど、たまに飲みたいタイプのやつですね。毎日何も考えずごくごく飲むっていう意味では、やっぱり今までなんか結構な種類の豆飲んできましたけど、ローソンのマチカフェコーヒーが一番いいですね。だけどこっちはなんか特別な日特別な日とかにちょっと特別なコーヒーを飲みたいっていう時にいいかもしれないですね。はあ、さて次の話題ですが、まあ、最後の話題です。この後ですね、今日この後マンションの理事会があるので、あんまりのんびりしていられない。あと20分後には理事会だ。はあ、だからこれが終わったら編集してアップロードを仕込んだ状態でマンション理事会と、で理事会が終わったらチャプター付けをして公開設定にするっていう、そういう確たる予定がある今日は、はあ、マンション理事会ね、
うん、そろそろ1年間経ちますか、うん、早かったですね。で、なんだろう、メインの話題としては裁判裁判が控えてるので、なんかマンション管理費と修繕積立金を滞納している人を訴訟しますっていう話があって、12月に地裁であるので裁判が、わしが行かなきゃいけないっていう話が多分今日の話なんでしょうね。そういえば今日散歩どうしようかな、全然決めてないな。今日別にあれかな、井の頭公園行けるかな、行ける可能性あるな。ちょっとはい適当に決めて散歩に行って、明日どこに行ったか報告しようかな。はい、そんな感じですね。よし、終わるか。じゃあ今日はこれぐらいで終わりです。バイバイ。